オールマインド1で遅かったようですねに対するネットの反応を紹介します。オールマインド1で遅かったようですね。いや、言ってくらいあった遅れをレイブンがめちゃくちゃ頑張っていってまで縮めたんだが、オールマインドちゃんはさ、レイブンがいなかったら計画遂行できないタイプ。それは1週目2週目で人知れず計画頓挫していたオールマインドを見る、そんなこともありませんが、本来はずっと寝かせて取り込むつもりだったっぽいのに、あっせんの声を奪われた、ちょっと手が足りない、して結果計画壊されたの、ほんと笑う。どうせ起こすならザイレム浮上前に起こしてくれない。ギリギリまで迷ってどうにもならなくなってから大慌てで621回答してる感。3週目でやることが本来人知れず野望ついてたレベルのおバカを助けるルートなのがちょっと斬新だった。しかもポンコツなのが判明するのがルート入って調子乗り出した後なのが。実は各陣営の勧誘はうまくいってないので、実質味方の AC 乗りはすっただけで、技研の雑魚モブは強いって言っても AC 乗りや他のボスと比べたらさすがにきついし、コーラル縛りまでしてるから割と終盤のイグアスがいないとルビコン最弱勢力の疑惑があるっていう。腕試しがてらすっだを使い捨てたのは完全な悪手だったのでは。手ごま明らかに足りてないですよね。ハッキング能力見てるとカーラチャテ、エアダイナリオールマインドなのは確実なのが AI ボスなのに、なんか笑う。エアとカーラ&チャキにはもう少し分厚い壁があると思う。さすがに衛星砲パチってくる女はルビコンヒロシといえどエアちゃんくらいでしょ。なお使い方、これがあればザイレムなんて生き方的にボコボコで済まいりましたか。レイブンでは正々堂々決闘で勝負をつけましょう。指定の座標まで来てください。君アーマードコア向いてないよ。エアルート通るとわかるが、カーラ&チャテの方が不足の備えは万全だったからな。できる範囲で万全の備えをしたのがカーラ。爪は甘いがシステムへの干渉ではできることの幅が多いや、オールマインドちゃんは暗躍することに必死すぎない。そういえばオールマインドは衛星砲パクって止めるという手段取れなかったんだよな。ポンコツでは？マジレスすると実はパクれるのかもしれないと考える余地はあったりする。次はあるんぬん。ただその場合でも手段が残ってるのにわざわざレイブン起こして敗因作ったことになるから、どのみちポンコツ扱いは避けられない。衛星砲を奪える矢印 AM 衛星砲奪えるけど奪うのめんどくさいからレイブンに任せちゃお。衛星砲を奪えない、矢印 AM レイブン助けて。うんこの、どっちであってもクソアホすぎる。別スレで事務方面でもポンコツやらかしてたのが発覚してて草しか生えない。エアちゃんはザイレムの落とし方までノー筋だからな。オールマインドは軌道修正したのに、エアちゃんは人的被害がない位置を割り出してそこに撃墜するっていう、今思えばなかなかのパワープレイやらせてる。オールブロック起動されてなければ軌道修正もできたと思うよ。あれだけアリーナでセコセコデータ集めて作った AC 部隊もウォルターにデッドコピーと切り捨てられてるんだよな。そもそもアリーナの連中は開幕 AB 住所スタンニードルで撃墜される程度だしな。セリフがないのもデータだけの存在だからだろうし、デッドコピーって言われてもしょうがなくはある。そういえばこいつコーラル集積地の時あなたのハンドラーはこちらで対処しますとか言ってたのに、結局ザイレム飛んでるし普通にウォルター合流してるんだよな。何やってたん？621に対してハンドラーも保護しますって嘘ついて放っておいたんじゃないかな。621いなけりゃ何もできないだろうって。ウォルターを見誤るってどうやったらそうなるレベルだぞ。でも確かにウォルターは621に任せっきりだから何もできないと思われても仕方ないのか。掘れば掘るほどポンコツっぷりが明らかになってくる子、かわいいね。3周目をやっている時はあんなにすごい黒幕感あったのに。防衛兵器乗っ取って基地内の人間皆殺しにしだしたり、いつの間にか621の AC の COM の管理者権限書き換えてたりと、怖いとこはすっげー怖いんだけどな。オールマインドちゃん今となっては自分のことをマスターオールマインドって COM 君に呼ばせてるのもおバカっぽく見えてしまう。というかオールマインドからポンコツ要素抜いたら全くシャレにならない凶悪な AI でしかないので、今までがそのシャレにならない凶悪 AI ばっかだったから相対的な格落ち感が否めねえんだよな。すでに AI が星一つ統治してる世界ばっかだもんね過去作。オールマインドのヤバい黒幕感は失踪がピーク。まああん時もあん時で人間の統率など所詮こんなものですとかテンプレみたいなセリフ言うから笑っちゃうんだけど、言ってみたかったのかな。 AI が排除しに来ないで取り込んだ AC 乗りで排除しに来るあたり歴代と比較して本体の殺意も弱い。排除君とか主任とか見習ってみなよ。ケイトイコールオールマインドと思ってたからヘリ撃墜で彼女にも限界がありますの時点でんとはなった。直後の皮肉でお前マジで覚えとけよってなる。オールマインドの手下にされてしまったかと思わせて、特に何事もなく最後まで621に忠誠を尽くす COM 君は何なの。ウォルターの忘れがたみなの。
体があれば頭はたかれて会うって目がバッテンになるのが似合いそうな子、かわいいね。こいつのすごいところは技研兵器を自由に使ってるところだけど、それはルビコン技研がすごいだけではという感覚はある、運用がね。多分自分じゃ作れない貴重な技研兵器を、何か雑に投入した結果621にボコボコ落とされてる。イグアス戦に随伴してる機体の動きが雑で弱いのはウォルターとカーラに虎の子のデッドコピー軍団を全滅させられたからという説が普通に納得できるのがね。他にも並列処理が苦手でイグアス機の制御に全力だから動きが雑になってる説もあったな。 AI なのに並列処理が苦手って。コピー AC 軍をウォルターとカーラに処理されてるあたり本当にオールマインド本体は機体操作下手なんじゃないかこれ。アリーナもカーラにおもちゃにされてるし、エアにハッキングされてるし、君は一体何が得意なの？カーラとウォルターとエアを足した存在ではなく、足して3で割った存在、この表現が一番しっくりきた。割っちゃったか、そっか。エアちゃんがフロム史上最強レベルでヤバいヒロインな一方、フロム史上最強レベルでポンコツな黒幕のオールマインドちゃん、どこで差がついたのか。独自の技術がすごくて技研の技術も取り入れてる封鎖機構、独自の技術がすごい企業、モチベが非常に高い解放戦線、元技研の関係者が所属してるオーバーシア、コーラル縛りしてるし、独自の技術はまだまだ研究途中だけど、技研の技術が使えるオールマインド。まあオールマインドちゃんじゃきついわ。この野望の壮大さに比べてあまりにも残念な AI を一体どこのドイツが作ったんだ。技研が作った AI にコーラルの特殊波形が混ざったのを惑星封鎖機構が回収して改造したものとか、そんなんじゃないか。やたらと人間臭いのと適当に技術が共通してそうな勢力と傭兵活動支援のつながりを作れそうなところをつなげただけだけど、封鎖機構がわざわざルビコンの傭兵向けにオールマインド作るメリットなくないか。失踪の最後で、これであなたは私の一部ですとか言われて光に飲まれるところさ。普通だったら選択肢間違えて BADEND って表示されて終わるシーンなんだよね。そっからガバガバチャートが破壊されて泣きついてくるオールマインドちゃんは一味も二味も違うわ。ウォルターもカーラも自分が死ぬことを想定した上で計画の準備をしてたからな。一方でチャティア621というもしもの時の存在も用意をしていた。エアちゃんは621との決着を重視するなどの甘さはあれど、衛星砲のハッキングなどその術はヤバい。オールマインドちゃんは、準備をしつつももうこれで完璧ですって慢心した結果、想定外が起きすぎて霊文助けてってなってる。オールマインドちゃんは見積もりというものが苦手なんですかね。戦力見積もり甘いし、ハッキング想定してないからか、オフラインじゃなくてアリーナ内部で私の考えた試作品作ってるし。カーラの実力見誤ってゴースト奪われてるし、ザイレムで控訴死するのにあと5分しかないの。で急に叩き起こすし、おやぁ？味わい深いほどポンコツだぞこの AI。本編だとポンコツだけど、本編開始前にやってることは有能なんだぞ。コーラルリリースの情報をほぼ独占、他に知ってたのは失意のドルマヤンのみ。エアがウォッチポイントで幽閉されていることを唯一知っていた。さらに更新可能な人材もスカウトしていて、トリガーは入手済み。621にすった殺されてエアちゃん持っていかれたのがフォロー不可能なレベルの失敗だなこれ。オールマインドに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。ポンコツなのではという意見が多かったのでまとめてみました。次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。